テイモクソンは中華民国の特務、政治家、特攻総部の指導者として知られ、南京国民政府に属した。1921年秋に中国共産党のセあり党と知り合い、社会主義青年団に入る。1924年に中国国民党に入党、CC 団に属し、上海の分科会で活動し、社会新聞の主編となった。この時、 李氏軍、東恵民が同僚になっている。私立高難学院学長、国民政府秘書を歴任した後、1934年に軍事委員会調査統計局第三所所長に任ぜられた。この頃には、帝木村は大龍、高沢と並び称される特務のリーダーになっていたとされる。1938年、軍事委員会省賞参議に転任し、 武漢特別市政府参事、同政府秘書長などを歴任した。同年冬、帝木村は、李氏軍ともに、日本軍が占領する上海へ赴き、土井原機関と接触、親日得交代を組織した。翌年5月、王朝名派の国民党で、中央執行委員、常務委員に任命された。さらに、中央社会部部長、中央特務委員会副主任委員。 特高層部主任も兼ねている。しかし、王復信の立場を利用する李が、交換派の一員として、次第に対頭し、帝を凌駕する権勢を有するようになる。帝は、クン卿と共に、州復会率いる CC 派の幹部であったため、州は次第に李に対して不満を抱いたとされる。1940年3月、南京国民政府が正式に成立すると、 中央政治委員会委員、軍事委員会委員、行政委員社会部部長に任命された。翌年8月、交通部部長に転じる。1943年、社会福利部部長となる。1945年5月、石膏省省庁、省保安司令、省東部主任委員、中高州水税公所主任の各職を兼任した。日本敗北後、一旦は、 蒋介石の国民政府に再任用され、石膏地区軍事船員となった。しかし9月に、結局は、カンカンとして逮捕されてしまう。1947年2月、テ木村は死刑判決を受け、同年7月5日に、南京で処刑された。去年45、ありがとうございます。